まずは先月の30日に行われましたドイツ戦です。まあ、ご存知のように2対2でドイツと引き分けたというゲームなんですが、このゴールのシーンは木村さん、素晴らしかったですね。本当にいい連動しましたね。中村俊輔から柳沢、そして高原へというプレー。まあ、決定力不足ということが何度も言われてきた日本ですが、高原がこのドイツで2点取りましたね。この辺もね、うまくかわしてからシュートもよく狙ってましたね。中田秀俊の試合後のインタビューなどでも、本当にこれはこのチームになってから最高の試合だったという話もありましたが、しかし不安もやはり露呈しました。このセットプレーから無失点でしたね。まあ、この辺もね、まあ、課題って言えばもう課題ですけどね、やはり相手に先にポジション取られてきついですよね。相手もこう、相手も